ジンおじさんとキラリちゃんがアートを自由に楽しむ番組、初めての美術館。へえ、世界最大の昆虫は七節で60センチもあるんだ。おキラちゃん何してんの？あ、なんか本読んでんの。キラちゃん何してんの？エベレストの上の方にも雲っているんだ。あ、雲ね、雲かっこいいよね。スパイダーマンっつってね、こっからね、本当の雲こっちからだけどね、ここから出ないんだけどね。キラちゃん、へえ、ミツバチって水面の上を飛ぶのは苦手なんだ。キラリちゃんね、キラリちゃんね、キラリちゃん、キラリちゃん。ごめんちょっと集中しちゃってて。あ、無視したわけじゃないのね、うんうん、びっくりした、完全に無視されてるからすごい辛かったよ。無視無視虫？虫？はあ、よし、今日は昆虫を見に行こう。行こう行こう。分かっているだけでもこの地球に約100万種類もいると言われる昆虫。そんな昆虫の超マニアックな世界を覗ける展覧会があるらしい。というわけで、ジンおじさんとキラリちゃんがやってきたのは東京上野にある国立科学博物館。こんにちは。こんにちは。村山キラリです。片桐仁です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。国立科学博物館動物研究部の井出と申します。お願いします。お願いします。国立科学博物館ではよくね、恐竜と昆虫と動物はよくやってると思うんですけど、今回は昆虫マニアック展ね。どんなところがマニアック、ね、今回特別昆虫マニアックっていうので、はい、あの普通の、まあ、普段の昆虫展って毎年いろんなところで行われてるんですけど、うん、まあ、そういった中でも特に昆虫のマニアックな部分に、まあ、研究者目線で迫っていって、いろんな面白さを知ってもらおうという展覧会になってます。ですね、ここのいる虫もね、ちょっともう何っていう、ね、カブトムシの扱いがこの下の方って結構ね低いですよね。テントウムシのように見せかけた大長トゲグモっていう、うん、雲見たことないです。ここからマニアック始まってるんですね。はい、もうすでにこのポスターの時点でマニアックなものが散りばめられてるっていう。案内してくれるのは昆虫が大好き、中でも蜂が好きすぎて世界中の蜂を知っている蜂博士になった井出先生。一体どんなマニアックな世界が広がってるんだろう。黄金ですね。いろいろ混ざってる、ね、しかもこれ後ろ面が銀だからこう鏡みたいになって反対側も見えるんだね。そうなんですよ。結構お腹側すごいっすね。お腹側すごいですよね。図鑑とかもやっぱ背中側ばっかり見てるから、はい、横とか下から見た、もういろんな角度から見てもらいたくて、ね、この鏡っていうのは採用してみました。ここはあのトンボと、はい、セミとバッタの仲間っていうのを3つ分けて展示したコーナーになってます。でもセミの中になんかカメムシみたいなのがいるし、セミって実はカメムシ目っていう、違うでしょう。一緒にしてほしくないですけどね、セミとカメムシ仲間なんですか。さあここで問題。セミとカメムシの共通点はどこでしょう。お腹側から見ると分かるよ。実は同じ仲間だというセミとカメムシの共通点はどこ？顔の付近に注目してみると、カメムシもあ、なんか変なピョンって違う、それ触覚、一番の特徴が、はい、口、あ、その通りです。口？口ですね。ストローみたいに、ストローみたいに、あのセミもカメムシもどちらもこの口が針状になってて、はい、植物の汁を吸うとか、どちらもストローのような口を持っていて、同じカメムシ目というグループに分けられている。僕この32番の七星金カメムシって捕まえたんですけど、生きてる時緑なんですよね。そうですね。死んだ後青くなるの。生きてる時ものすごい綺麗なんです。石垣島とか行くといっぱいいるんですけど、僕その時錦金カメムシの形のスマホケースだったんですよ。
です。ニシキキンカミクシ型のスマホケースに七星キンカミクシが止まったっつって、うわーっつって家族ですげえ盛り上がったんですね。続いてやってきたのは井出先生が大好きな蜂のコーナー。蜂って世界で名前がついているだけで約15万種くらい。スズメバチで例えば世界で約20種くらい。あ、そんなもんなんですね。はい、アシナガバチが約200種くらい。急に多い。で、ミツバチって一番多分身近で感じてると思うんですけど、はい、日本にいるミツバチって日本ミツバチ、西洋ミツバチがいる。2種類 ?2 種類しかいない。ものすごい貴重な、ある意味ハチなんですよ、ミツバチって。一番種数が多いグループっていうのがいまして、ヒメバチ。ヒメバチって呼ばれているグループ、ヒメバチ科っていうグループに属するんですけど、お腹全然膨らんでないですね。そうです、細い感じのもので、はい、これが2万5000種くらい。急に桁が全然違いますね。そうなんです、種数としては2万5000種いるんですけど、はい、まあ図鑑に載ってるハチってなるとやっぱりミツバチ、スズメバチ、アシナガバチとかはいっぱい載ってるんですけど、ヒメバチとかになるとほとんど載ってない。載ってないんだ、逆に多いのに。そうなんです、世界最大級のハチとして知られるタランチュラホークっていうクモの名前だもん、いるんです。毒グモのタランチュラを、はい、あれを捕まえて幼虫の餌にするっていう。こんなでも大きくない、タランチュラに比べたらね、そうですね、割と毒針で仕留めることで大きな獲物を捕らえることができる。タランチュラも毒持ってる。そうですよね、そうね、こうお腹の下に入り込んでいって毒針刺すみたいなこと、タランチュラのお腹にやるんですよ。一方で中心部見ていただくと、これ真ん中にもハチが一応いるんですけど、え、嘘でしょ。これ多分世界初公開レベルが、ちっちゃいちっちゃい、下手すると新種も入ってるかもしれないような、あ、じゃあ別に、え、名前がついてるわけじゃない、名前もわからん、ちょっと同定できてないので。でも違う種類なんですね、これ。そうですね、一応違う種類が入ってると。めちゃくちゃちっちゃい。ちょっといきなりちょっとマニア動画すぎるんですよ。マニアックなハチ話はさらにハイレベルに。アリっていうのも実はハチの仲間で、だってアリはアリにしません。チームと同じチームなんですね、アリも。ハチ目っていうグループの中のアリ科っていうのが含まれるのがアリなんですよ。確かにハアリもこんな形してます。羽根、上アリとかね。そうなんです、ちょっとハチっぽいか。そう、アリもハチ目というグループなんだけど、さらにマニアックなのが、ちなみにこの特別展ではパンダアリっていうパンダ昆虫も展示してるんですけど、それはですね、ハチとアリの仲間どっちだと思いますか。名前だけパンダアリって言ったらアリだよね。そう思うと思うんですけど、実はパンダアリはアリバチっていうハチの仲間なんです。アリバチってなんだよ。ややこしい。すごいっすね。あとここで面白いものとしては、シタバチっていうハチの仲間が、これ中南米だけにしか生息してないんですけど、日本にはいない、はい、カラフルなんだけど、下ってベロって意味ですか。ベロ、はい、その口がすごい長くなってる。ミツバチなんかは花粉を集めて巣に運ぶっていうことをやるんですね、うん、後ろ足につけて、はい、下バチの仲間はオスがですね、ある変わったものを集めるということで知られてるんですけど、花粉じゃない、はい、普通に考えたら下バチで蝶々みたいだから花の蜜とか思っちゃいますけどね、うん。ここで問題。このシタバチのオスが集めるものとは一体何でしょう。ヒントは、オスがメスに強さをアピールするために集めるもの。巣を作る材料。材料ね、巣の材料、ちゃんと協力してね。そう、はいはいはい、一応オスが協力すればいいんですけどね、なかなかそうではないみたいですね。オスはじゃあどうでもいいものを集める。マニアックだから、他の虫のキラキラした部品みたいな。カラスとかね、そういうの集めるの好きですね。そうですね、確かに。答えはですね、花の香りを集める。
もしくは香りを集めるっていう習性が目に見えないものですよ。アートみたいな世界ですよ、うん、でこれポイントはオスがやるってところで、はい、オスがやることといえばそのメスへのアピールというか求愛。へー、モテたいんだ。でいろんな香りを集めたオスほどメスに選ばれやすくなるっていうことが知られているそうですね。あ、じゃあブレンドされるわけですね。そうなんです。一種類の花とかじゃなくて、はい、いろんなのを集めるって、でそういういろんなのを集めれるってことはつまり強い生き残る力が強いオスだってことで選ばれやすくなるっていうことのようですね。さまざまな香りを集めるシタバチ、なんとその香りを実際に嗅ぐことができる。じゃあユーカリプトール、ユーカリだ、うん、こっちはスカトール、フンなのに含まれる香りフン、フンですね。香水にも使われるくるくる、あ、いい匂いする。割とおばあちゃん家みたいな。なんかすっきりした匂いがする。じゃあチェンジ。あ、これめちゃくちゃいいね。そうでしょ、おばあちゃんでしょ。うん、気に入っちゃったよ。さあこの後は巨大昆虫の登場。ウキウキが止まらないね。はい、作るとき。続いては井出先生こだわりのコーナーへ。すっごい大きい。これ何ですか。蜂なんですけど。蜂ですか。こちらはエゾオナガバチの巨大模型。実際の約75倍の大きさで、細かいところまでこだわって再現されている。よく見るとお尻の針を木に刺しているけど、何をしているところなんだろう。寄生バチっていう蜂の仲間になるんですけど、あの寄生バチって他の昆虫に卵を産みつけて寄生する、うん、卵はあの管の中を細くなって降りていくっていう。なるほど。でこの木の中には木鉢っていう、これも蜂の蜂が蜂に寄生するんだ。そうだ。徹底的にその細かい部分まで見ていただけるように監修して作ってます。一点物で。この細い足とここでスタイリッシュ感があるので、で作る時にですよ、模型作る時にウキウキが止まらないですね。作る時に、そうです、腰落ちです。作る時に模型作る時に細い足で立てたいと言ったんですけど、無理だと。重量が変わりますからね、75倍になるとね。だからここに支柱を立てたいってことになったんですけど、許せない、そんな支柱は。支柱があるとこのだって産卵管立っちゃいます。支柱なのかどうか分かんなくなっちゃうっていうんで、なんとかお願いして、この6本の足プラスこの産卵管だけで立たせてくれると、はい、上からワイヤーもダメなんですね。はい、そうです。言われたでしょうね。ダメです、ダメ。上からテグスじゃダメですか。これだからこれがもう立ってるなんて本当奇跡的な。それもしっかりと。そうですね、奇跡の展示。あの制作費はめっちゃ面白いですね。初めての美術館。そう、まあ、本当美術的にも他で絶対ないもの、 この成功レベル、あのレベルではないと思います。続いてはたくさんの葉っぱ。葉っぱの上には謎の玉が。これ何？先生、これは何ですか？はい、ここはですね、虫こぶというものを展示したコーナーになります。虫こぶって何？またわけわかんないけど虫じゃないんですか？虫こぶ。虫こぶっていうのは、はい、玉鉢が植物に卵を産みつけると、その部分が刺激によって膨れたり形が変わってこぶ状になったものが虫こぶって呼ばれる。だから植物を操って作ってるっていう風に。植物に寄生みたいな。そうなんです。はあの産卵管を刺す時にその成虫がまず分泌液を送り込むんですね、はい、でさらに中で孵化した幼虫がかじることでその唾液に含まれる成分が植物に働きかけて不思議な形に変えてしまうという。虫こぶって人がかじっても渋いですよね。あ、美味しくない。美味しくないです。それっていうのはタンニンって呼ばれる成分がものすごく凝縮してて、食べられた時にまずいって思って食べないようにしてるみたいなことが。でそのタンニンに関して面白いものがその後ろにあってですね、こちらインクタマバチっていうタマバチの虫こぶを触ってもらえる、実際触っていただいて、
めちゃくちゃ硬い。クルミみたい。インクタマバチっていうだけあってですね、はい、実はインクの材料として1000年以上前から使われてきた。この虫こぶが虫こぶを潰して、そうなんです。さっき言ったタンニンがものすごく多く含まれてるので、はいはいはい、食べられないようにね、はい、そのタンニンとそれに鉄の粉を混ぜて黒くなるんですよね。でそれにアラビアゴムっていう粘性をつけるものを入れて、はい、まあ、配合するとインクが作れる。木色紙インクって呼ばれる。インクタマバチって名前になっちゃったんですか。食べれない、割ってみようか。そっからインクまでの距離遠くない？続いては頑丈な体を持つ甲虫のコーナー。カブトムシやクワガタ、テントウムシなどがこのグループだ。さっき蜂約15万種って言ったんですけど、はい、甲虫は約35万種。35万。はい、もう昆虫界の大体4割くらいはこの甲虫が占めているっていう大繁栄したグループ。ー木谷さん、気になったものありますか？このテントウムシみたいな86万。おー、すごいね。何これ？それハムシか。ハムシですね。カミキリもすごいですね。カミキリ、カミキリはすごいですね。これすごい大きいですね。ちょっと怖くて、いても近づけないぐらい怖いですね。ここでも井出先生、かなりマニアックなものを紹介してくれた。はい、これちょっと珍しい、他で多分なかなか見れないものの一つなんですけど、はい、これミヤマクワガタって呼ばれている。左右が全然大きさ違いますね、はい、左半分この大きな顎を持っているのオスの特徴で、右半分は短いメスの特徴が見れる。ギナンドロモルフ、雌雄形って呼ばれているもの。ギナンドロモルフっていう虫ではないんですね。そうなんです。体のパーツがオスのパーツとメスのパーツを持ち合わせたものっていうのが出てくることがあるんですよ。でこっちは頭から下です。胸と腹の部分、この部分はオスで、はい、頭はメスの特徴。へー、角がないっていう。蝶々もやっぱオスとメスで、これがすごいんですよ。めちゃくちゃ綺麗。左右ではなくて、だからこう右上左下が、そっか、斜めの関係で、斜めの関係で出てきたっていう。昆虫マニア。ここには虫がいないですけど、ね、ここは何の展示ですか？ここはですね、昆虫を研究者がどういうふうに見つけて、どういうふうに採集しているのかっていうのを展示した場所になります。ね、網がありますよね。はい、昆虫って大きいものから小さいものまでいろんな種類がいるので、はい、でその多様性を知るためにはいろんな採集方法とか、単に網持ってるだけじゃダメなんですよね。虫によって全部違うわけですね。そうです。手作りのものっていうのもすごく多いんですよね。有名かどうかんないですけど、はい、甲虫の野村さんが開発した野村ホイホイっていう。野村ホイ、あんまりいい言葉じゃないですけどね。ゴキブリ以外のホイホイってあんま使いたくないんですけど、野村さんを捕まえるためのトラップではないんですけど、ペットボトルを上を切って、はい、で蓋をですね、うまく加工して作って、カブトムシなんかを取るときにあの中にバナナとか入れるともうボロボロと取れるんですけど、虫が好む、そうなんです、甲虫が好む匂いの元を。蜂の採集で使う道具の一つがこちら。そんな逃げちゃうでしょう。まあ蜂を捕まえるためのトラップなんですけど、はい、これバーベキューとかで使う黄色のプラスチック皿なんだけど、これで蜂が捕まえられるらしい。どうやって使うと思う？ね、蜂なんか飛べるし、これ浅いしね。水と界面活性剤、いわゆる台所用の洗剤を一滴垂らす。はい、そうすると水の表面張力が界面活性剤によってなくなるんですけど、はい、普通だったら表面張力があるので多少こう抜け出したりできるんですけど、体に水がまとわりついて逃げれなくなっちゃう。イエローパントラップって呼ばれる。もう自分も外で取ったらこうやってこうピンセットでつまみ上げながら。ハチじゃないと何なの？アブ？アブとかもハエとかも入ります。アリの仲間も入ります。あ、アリかってなるんですね。ハエかハチだって。昆虫のマニアックな世界、どうだった？虫を研究する人たちの愛情がぎゅうぎゅうに詰まっていたね。
どうだったっていうか、どう思った昆虫マニアックって先生がめちゃくちゃ、そうですよね、もういろいろ教えてくださったので、井出先生楽しそうだったね、うん、あのなんか先生の話聞いてるのが一番面白かったね先生が楽しそうに説明してくれると、ああってそうなんですねっていう。で今回はやっぱりグッズもただごとじゃないということでこちら一押しのね、オーセンチコガネ、だからクワガタとかカブトムシのぬいぐるみないです、オーセンチコガネのぬいぐるみですね。そして我らが井出先生が開発したのがこちら、バラハタマバチの虫コブの形のコンペイトーです確かにああいうゴツゴツした形になりました、はい、バラの葉っぱに虫コブを作るバラハタマバチの虫コブがコンペイトーに似てると。ただのコンペイトーじゃないんですよね、トゲトゲ具合がバラハタマバチの虫コブに似てる。渋い味するんですかね。味は違います、味はコンペイトーです、はい、これもだからダメ出ししたんでしょうね。これじゃ普通のコンペイトーじゃないですかどこが虫コブなんですか虫コブって何ですか